ジャンピアースはアメリカ合衆国のテノール歌手。キャリアのスタートは決して早いものとは言えなかったが、大指揮者、アルトゥーロ・トスカニーニのお気に入りのテノール歌手の一人として知られ、メトロポリタン歌劇場での27年を含めて半世紀にわたって世界的に活躍。多彩なレパートリーを誇り、キャリアの後半期にはオペラなどに加えてブロードウェイへの進出も行った。また、 ニューヨークに生まれて、ニューヨークを中心に活躍し、亡くなったのもニューヨーク州という喫水のニューヨークっ子の歌手でもあった。日本語表記をヤンピアースとするメディアもある。ジャンピアース、本名ジェイコブ・ピンカス・ペレルムース・ジェイコブ・ピンカス、ペレルムースは1904年6月3日、ニューヨークで、ルイス・ペレルムースとアンナ・ポスナー・ペレルムースの間に生まれる。 両親はロシア帝国領ベラルーシからマンハッタン地区ローアーイーストサイドに移り住んできたユダヤ系移民であり母のアンナはジェイコブに音楽的素養を与えようとピアノを買うことを最初は考えたが経済的余裕に乏しかったのでバイオリンを買い与えた。またジェイコブは歌唱にも才能を見せてシナゴーグの聖歌隊の一員にもなり その高い声は周囲から賞賛を受けるほどであった。しかし、アンナはジェイコブを音楽で制御を立てさせるという考えは持っておらず、医師になるように進め、ジェイコブ自身もこの時はいろんなく了承し、デウィット・クリントンハイスクールを経て、コロンビア大学に進んだ。しかし、大学に進学したジェイコブは得意のバイオリンを活かして、小さなダンスバンドを結成し、 学内結婚式などで講演を行って収入を得るようになったが音楽活動に傾倒する一方で勉学には身が入らなくなりジェイコブ自身も勉学より音楽の道に専念することを決心して最終的にはコロンビア大学を中退したこのコロンビア大学時代ジェイコブは幼馴染のアリス・カルマノビッツと1928年10月に極秘裏に結婚する アリスとは1912年からの馴染みであったが、大学時代までは何も進展はなく、また交際が本格化しても、ジェイコブの将来が不安定であると思われたため、ルイスとアンナは結婚を認めなかった。このような背景から、ジェイコブとアリスは駆け落ち同然で結婚をしたわけだが、結局は両親の下で生活をせざるを得なくなった。もっとも、ルイスとアンナも最終的には、 結婚を認め、1929年6月にシカゴで正式な挙式を挙げることができた。1930年4月19日にアリスは長男ローレンスを出産。ローレンスは、後に映画とテレビのディレクターとして活躍する、ラリー・ピアースである。コロンビア大学でのバンド活動でジェイコブは、ピンキーパールやジャック・パールといった芸名を使い、バイオリンと歌唱で名を馳せたが、 これらの活動が興行し、サミュエル・ロキシー・ロサフェルの目に留まり、ジェイコブは1932年に開場したラジオシティ・ミュージック・ホールの興行にバンドごと誘われることとなった。ロサフェルはジェイコブとは歌手としてのジェイコブではなくバイオリニストとしてのジェイコブとして契約したが、間もなく歌手として売り出すことを決心する。契約を結ぶ前、 ホテルアスターでのバンド公演でロサフェルが、ジェイコブが、ユアーズ・イズ・マイ・ハート・アローンを歌っていたのを耳にしていたからであった。ロサフェルはジェイコブに、ジョン・ピアースという芸名を与えた。ジェイコブは決して身長が高いわけでもなく、体格もやや幅広で、風貌もエスニック的であり、このことが、聴衆に受け入れられるかということが心配の種で、あったが、ロサフェルは、 世界で最もハンサムな男というキャッチフレーズも添えて、ジェイコブをデビューさせた。ほどなくしてジェイコブは、ロサフェルと相談の上で芸名を、ジャンピアースに変更するが、この名前は、ロサフェルが相案した芸名と自身のアイデンティティの妥協の産物であった。以降、ジェイコブは、ジャンピアースと名乗っての歌手活動と匿名での活動に、専念することとなった。本校では、 この節以降、ジェイコブをピアースと表記することとする。なお、歌手活動に本腰を入れるに際して、ジュゼッペ・ボゲッティの文化となって、勉学に励んだ。ラジオシティ・ミュージック・ホールを中心とするピアースの活動に転機が訪れたのは1938年のことである。ピアースは、前年1937年から活動を開始していたトスカニーに率いる、 NBC 公共楽団の演奏会に参加することになった。手始めに1938年1月15日の放送演奏会でブゾーニのロンド・アルレッキネスコで歌詞のない舞台裏の声の役で出演し、ついで2月6日の基金コンサートのためのオーディションを受験することとなって、その場で初めてトスカニーニと対面することとなった。ピアースはオーディションで ドニゼッティ、愛の名薬から、人知れぬ涙を歌ったが、ピアノ伴奏を務めたトスカニーニが、出だしの部分でミスをしたことが、印象に残った、とピアースは、後年に改装している。ピアースはオーディションに合格し、基金コンサートの本番では、ビナボビ、キルステン・トルボルクおよびエツヨ・ピンツァともに、ベートーベンの公共曲第9番を歌った。この公演以降、ピアースは、 トスカニーニのお気に入りのテノール歌手となり、1957年のトスカニーニの島で進行が続くこととなった。トスカニーニの NBC 公共楽団への出演の一方で、オペラ出演への準備も進んだ。批評家や音楽ファンの間では、ピアースのメトへのデビューはいつかという議論が広がっていたが、オペラ経験のないピアースのために、アリスが奔走した結果フィラデルフィアスからオペラ。 カンパニーとの契約に至り、1938年12月10日に、ベルディ、リゴレットのマントバ公尺を歌って、オペラデビューを果たした。フィラデルフィアでは他に、ベルディ、椿姫のアルフレード・ジェルモン、プッチーに、蝶々夫人のピンカーアートンを歌い、その他1939年には、ニューヨークで初めてのソロリサイタルを開き、アメリカ全土にも及んだ、公演の合間には、 スータのオペラを勉強して素養を広げた。1941年、ピアースはついにメトとの間で出演契約を結び、同じ年の11月29日に椿姫のアルフレード・ジェルモンデ・メトへのデビューを果たすこととなった。批評家はこぞって、ピアースを賞賛によって迎え入れ、メトでは1968年までの27年間の間、 337のオペラ上演に出演することとなった。プッチーニ、トスカのカバラドシ、ラボエームのロドルフォ、グノー、ファウストの表題役を手始めに、ドニゼティ、ランメルモールのルチアのエドガルド、ベルリ、運命の力のドンアルバール及びジョルジュビゼカルメンのドンホセを主要なレパートリーに加えた。しかしながら、アイーダのラダメス、ベルリ、イルトロバトーレのマンディーコ及びワーグナー、 ニーベルングの指輪のジークフリートといった重い役柄は、熟慮の末、定着のレパートリーに加えることを拒絶した。特に、ラダメスはトスカニーニが求めていたものであった。第二次世界大戦終結後、ピアースの活動は世界に広がることとなる。世界ツアーの一環で、アフリカ、ヨーロッパ、カナダ、オセアニアなどを回ったが、特筆すべきは、 冷戦真っ只中の1956年にアメリカ人歌手としては第二次世界大戦後初めてボリショイ劇場に出演したことである。1958年4月には第一回大阪国際芸術祭のため来日。また、江戸サリバン賞への出演などテレビの世界にも進出していった。ピアースの墓1968年にメトとの専属契約を終えた後、 ピアースは1971年にブロードウェイに進出し、屋根の上のバイオリン弾きのテビエ役でデビューした。ブロードウェイでの活躍期間は長くはなかったが、屋根の上のバイオリン弾き以外では、ザロス・チャイルド、ラフ、エイ・リトル、クライ、エイ・リトルといった作品に出演した。1976年には、かつてリリースしたアルバムと同じ名前の次元。 幸せの青い鳥を出版して100万部を超える売り上げを記録し、ジョニー・カーソンやマーブ・グリフィンらのシニアトーク番組の常連にもなった。1982年5月2日、ピアースはオハイオ州デートンで開かれたベス・アブラハム・ユース合唱団のコンサートに特別出演し、このコンサートを最後に現役を引退した。ピアースは引退当時78歳であったが、 全盛期と変わらぬ声を保っていたと報じられた。その後は体調を崩し、1984年12月15日に、ニューヨーク州、ニューロシェルの老人福祉施設内病院で80年の、生涯を終えた。墓は、ニューヨーク州ウエストチェスター郡、バルハラのマウントエデン墓地にある。ピアースは、バインストリート1751番地に、ハリウッドウォークオブフェームの星を刻んでいる。 ピアースは、エンリコ・カルーソーやルチアーノ・パバロッティなどと同じく音楽に忠実で常にコンサートホールを満員にできるアーティストの一人として評されている。また、ニューヨーク・フィルハーモニックが夏シーズンにルイソーン・スタジアムで開いたスタジアムコンサートの常連でもあり、1万4千人収容の野外スタジアムにおいて、ロバート・メリルやアイィーン・ファーレル、妹・サラの夫で、 ピアースとは偽兄弟の関係となるリチャード・タッカーラと共にコンサートを彩る役割を果たした。ニューヨークフィルとの関係について今一つ説明すれば、1958年12月18日から21日にかけての定期演奏会でレナード・バーンスタインの指揮により JS バッハのマニフィカとを歌っている。生涯のコーデも述べたが、トスカニーに及び、 NBC 公共楽団との関係は深いものであった。第9とロンドアルレッキネスコでの共演を皮切りに最後のシーズンに至るまでしばしば共演した。またトスカニーには NBC 公共楽団で7回オペラの全曲演奏を行っているがそのうちの半分強に当たる4回でピアースを起用している。4回の内訳は演奏順にベートーベン、フィデリオの フロレスタン、プッチーニ、ラ・ボエームのロドルフォ、ベルリ、椿姫のアルフレート・ジェルモン及び、ベルリ、仮面舞踏会のレナートであり、このうちレナートは当初出演予定のユッシュ・ビョルリングが、急病のため、代わりに出演した。その他の公演のうち、ベルリのオテロとアイーダは、ピアースが拒んだ思い役で、出番はなかった。対象を、 抜粋公演のアリア歌唱や特別演奏会に広げると、ベルリ・リゴレットのマントバ公爵、ルイザミラーのロドルフォ、十字軍のロンバルディア人のアルビーノを手掛けている。一方で、テノールが起用される作品でもピアースが拒んだ、ワーグナーや、ベルギーのレクイエム、ベートーベンのミサ・ソレムニスなどといった作品では起用されておらず、 第9もテレビ放送が行われた1948年4月3日の演奏会には出演していない。ピアースとトスカニーニの NBC 公共楽団との演奏及び録音の中で特筆すべきものの一つは1943年から1944年にかけて演奏されたベルディのカンタータ諸国民の参加の演奏である。 作品のアメリカ初演となった1943年1月31日のベルディプログラム、同じく1943年12月にアメリカ戦争情報局の要請で制作された映画、及び1944年5月25日にマディソンスクエアガーデンで開かれた NBC 公共楽団とニューヨークフィルの合同による赤十字コンサートの3度にわたって歌唱を務めた。 アウイーの映画は、連合軍によって、ナチスドイツとファシスト等の支配から解放された地域に配給されるためのもので、歌詞の一節、オーイタリア、オーイタリア、オーパトリアミーアはトスカニーニによって、オーイタリア、オーイタリア、オーパトリアミーアトラディタと改められ、決備には、当時のソビエト連邦の国家、インターナショナルとアメリカ国家、正常旗が付け足された。 映画はピーター・ローゼンの監修により1989年にビデオで発売され、2004年には DVD でも発売された。トスカニーニはピアースの声について非常に美しい声を持っていると評していたが、さらに25年も経てばピアースを聞くべきだった。というようになるという趣旨の発言も行っている。トスカニーニ以外の音楽家との演奏及び、 録音としては、1950年代には、RCA レコードに、リゴレット、カルメン、ランメルモールのルチアの全曲録音を行い、1950年代末期から1960年代には、ヨーロッパでも RCA に、リヒャルト・シトラウス、ナクソス島のアリアドネ、ウェストミンスターに、フィデリオを録音したほか、ヘンデル、サムソンの全曲版を録音している。 フィデリオの録音は1961年に行われ、式はハンス・クナッパーツ・ツブッシュであった。オーストリアの音楽学者、クルト・ブラウコップフは、ピアースがクナッパーツ・ツブッシュの下で行った、フィデリオの録音について、次のように伝えている。ピアースは言った。私は最初のフィデリオ録音をトスカニーニーと入れたんだが、クナッパーツ・ツブッシュのテンポが、あの時のそれとはむしろ正反対のものだろうということは、 想像がついていたよと。実際最初の顔合わせにおいて、彼は、くなの棒について行くのに大変骨折っていた、様子であった。しかし収録台、一日目が過ぎた時、彼は言った。私は、トスカニーニのもとで、指揮者のコンセプトに自分を合わせるということ、それも無条件に確信を持って従うということを、学んだからね。そういう態度が身についているから、 クナッパーツブッシュの表現をただ受け入れるだけじゃなくて、喜んで味わうことができたよ。クルト・ブラウ・コプフ。1962年には、ウェスト・メンスターにヘルマン・シェルヘンの式で、ベートーベンのオラトリを、オリーブ山上のキリストを録音したが、これはこの作品の世界初録音となる記念すべき、ものであった。1945年リリースの、幸せの青い鳥は、ピアースの代表的持ち歌であり、 オペラ歌手のレコードとしては、1970年代後半に、至るまでカルーソーによる、オバーゼアに次ぐ売り上げを記録していた。6月3日の録音は、トスカニーニの最後の式と録音の一つで、ネッリと共に、第3幕の二重章の再録音を行った。オテロでは、ラモンビナイ、アイーダでは、タッカー映画は、冷戦期に、 インターナショナルの部分の映像が削除されており、DVD はそれに基づいている。しかし、インターナショナルの部分の映像は残存しており、外部リンクに当該部分を組み合わせたバージョンを置いているので、参照されたい。ありがとうございます。